相馬健一8月13日隊は、日本の実業家。元山形新聞社社長、会長。山形県出身。山形大学分理学部卒業後、山形新聞社に入社し、社会部記者となる。取締役論説委員長、常務取締役編集局長を経て、1993年、山形新聞社社長就任。 在任は12年に及びその間には、新聞の新電子システムの稼働や新社屋である、山形メディアタワーの一期工事の竣行等に、尽力した。2010年には、山形新聞、山形放送の相談役を退任した。朝日ジャーナルが、1985年7月19日号から、3回に、渡って、アージン国旗山形の首領と題し、 はっとりゆきおと山形新聞、山形交通グループに対する批判記事を掲載した。これを受け同士8月9日号において、当時、常務取締役編集局長であった相馬が、山形の狩猟への反論を聞こう。同士に全文が掲載されている。以下はその用紙。山形新聞、山形交通グループが、花傘祭りを私物化し、 金儲けのためにやっているかの印象を記事より受けるが、取材不足ではなかろうか。山新グループは、花笠祭りのために、多額の経費を負担した上、労力も提供している。花笠の夏は本当に憂鬱なのか。祭りの期間中お出になり、幅広く関係者の声を聞いていただきたい。山形美術館は、服部幸男館長の、戦後の荒廃した人心に潤いを、 の発案により、1963年設立し、翌年開館した。すでに開館以来20年が経過し、老朽化したため1984年より、新館建設に着手した。これに対しては、山形県や山形市当局も、新館建設に賛同した上で補助金の支出を決定している。ザオ県境事件は、記事において、一口で言えば、 県境が動いたのである。としているが、山形地検の捜査段階から事件を担当した記者として結論を申し上げると、県境は動かなかったというより動かされなかったと思っている。何をどのような視点で取り上げようとも、またどのように批判しようとも、記士の責任において行うことは自由ですが、一方に変した取材にならないようご配慮いただきたい。ありがとうございます。